どうです、えー、のか農家と農集でお送りしています、えー、文献委託。今日も常年司かさの、常,えーえー、常年司かさチャンネルのニュースの空顔から、えー、この中国経済ガチカウントダウンですね。えー、今年の春節は一味違う、えー。手持ち資産の爆売り開始、えー、プーさんに続き肉まんの取り締まり、えー、国内旅行の 戻りも微妙で、えー、内地、えー、内地も、しょっ、しゃ、しゃんぼり、しゃっぼり、しゃんぼりですかね。はい。ちょっと余談ですけど、私も出身が沖縄ですので、えー、旧暦、えー、まあ、だいぶ私の、まあ、私も63ですけど、えー、幼い頃ですね、えー、まあ、まあ、旧暦では言うわけでもないですけど、そういう旧暦の残りがありますね。えー、まあ、地元、私、クリスチャンですけど、えーえー、その、 まあ、私の島は、まあ、まあ、その、クリスチャンじゃないですね。ほとんど、その、偶像、えー、崇拝というか、いないかなりというか、その、えー、ほとんど、夏末にも旧暦でしますね。日本のお,お盆のお8月13、14、15じゃなくて、ちょっとずれ込みますね、旧暦。まあ、そういう感覚で、えー、旧暦、えー、この、 まあ中国では春節というみたいで、えー、日本では、えー、旧暦と言いますねまあベトナム戦争なんかそういう旧暦という言葉がそのベトコンのそういう,うから、えー、攻撃反撃というペトコンですかねそういう記憶もありますけど旧暦、えー、なかなか古い響きが、えー、ありますけど本当にまあ、えー、何でも私のふるさと夏祭りは、えー、旧暦 に合わせてしてしますねなかなかその、うん、まあほとんど、えー、このし新暦暦ですね、えー、まあ中国では2月10日ですね昨日からまあ新年正月ということでなかなか日本の感覚とは本当に違いますけどそういう中で、えー、春節ということで、えー、ゼロコロナ禍よりかまあ、えー、この6割ほどものだということでまだまだ厳しいということですね、えー、この 一部マスコミでもなんか国内,国内旅行ということで、えー、北のハ,ハルピョンかなハルピョンっていうかなマイナス30度結構寒いところが,がって、ね、日本的に言えば北海道の札幌ですね雪まつりということで、えー、私も、えー 南のの沖縄ですのでそういう感覚ですすそううい感覚ね国内旅行で、えー、南の暖かい沖縄、えー、から私も、えー、余談ですけど、えー、新婚旅行は北海道でしたですねどうしても憧れますね南の沖縄育ちの方は。えーこの 下の寒いところ来ますけどだいぶ油断がそれましたけどそういうことで春節ですね、はい、だいぶ脱線してますけどジョネツカサさんの方から本題でお出し,しまして中国経済ガチカウントダウン今年の春節は一味違う手持ち資産の爆売り開始プーさんに通期肉まんの取り締り国内旅行の戻りも微妙で。 内需も、シャン、シャンボリ、シャンボリ、シャンボリですかね。えー、この、不動産のバブルで、二世、これ2015年で、私も最近、えー、常年司ささんのチャンネルのニース側で、中国のウッチングを始めたばかしですけど、一回バブル崩壊してますね。え、2015年、もうだいぶ、前ですね。え、それと今回、不動産バブル、そして、え、金融ですね。え、まあ、日本のバブルが、 東京があまあ8倍、大阪が9倍と言いましたけど、えー、中国では4倍ということで、えー、まだその4倍でもおー10%ぐらいしか調整し,してないということで、えー、まだまだこのおお日本のバブルを勉強したはずなのに、学んだはずなのに、えー、その日本を行って、えー、長く停落に、兆候の兆しですね、デフレですね、そういうお輸出も落ち込んで、えーえー、この、 私もあなかなか経済が本当に、えーえー、久しぶりになりましたけど、えー、日本がかつてはアメリカについて GDP2 位でしたけど、えー、日本を抜いて中国がということで、えー、数字統計ですね、えー、本当に、えー、中国総人口日本を1億円超えてますけどまあ1億もあってませんけど中国も位を 14億と言われてますが本当に数字が本当に統計が本当に信頼できないですね10億どうかわかりませんけど本当に正確な数字が本当に信頼できない中億の数字ですねそういうことでこの国内バブル金融また輸出も限りがあるということで中にはそういう携帯作ってるか。 景気がいいじゃないという見方もある、うん、コメントされる方もいるかもわかりませんけど、えー、なかなかまた厳しい状況ですね。えー、広大の本当に、えー、この一国二国制度ですけど完全に香港は中国ですねもっ、まあ、中国ですね本当に、えー、民主化弾圧して本当に、えー、台湾有事も含めてこのまだまだ、まあ、厳しいですねそういう。 コデンが本当に本香港に,にある会社とは知りませんでしたけど中国本土にだいぶ資産がもうほとんど中国資産ということで、えー、この生産命令出ましたけど実際この香港の生産命令が中国本土で実行されるかどうかあまあ中国は一党独裁ですので。 結局習近平の一言ですね。えー、結局、えー、この、えー、日本でいう証券監視委員会の、まあ、金融トップの方があしょ、うん、習近平に会って、えー、会って、えー、この挨拶というか説明したらそのす,ぐすぐに、えー、トップが解任されてますねそういうことで、えー、本当に習近平鶴の一声ですねそういう独裁 体制になってますねそういうことでまだまだこの中国の経済ですね、えー、本当に碧、えー、極円から、まあ、そういうことで中国のを見て、えー、持って持ちの海外の資産を売却の動きに入って入ってますね、えー。かつてそういう勢いがあった時は海外の日本もそうですけど海外の資産を、えー、センタービルまあその有名な買ったらその象徴になりますけど、えー、海外のこの 有料な資産も売却向いて,、えー、当ててて当ますねそういう動きでどんどん中国の経済根本、えー、的に解決ですね、えー、結局経済の自由化そして、えー、政治この民主の自由化ですねそれでなかったらこの、えー、中流国ですね、えー、二党国にとどまるということで、えー、その アメリカを追い抜けないということで中国は派遣をアメリカを抜いて派遣をし,してるいる派遣国は目指してますけど、えー、それは厳しいですね若者んのスキル率も厳しいということで国内経済ですねデフレに陥って日本もそうですね長い、えー、10年20年30年失われたという日本もありますけどデフレに陥ったということで、えー、景気が悪くなって就職もないのでどうしても、えー、この きき締めになってきますねそういうまたこの留学生、えー、中国の中産階級の共産党の指弟ですかね、えー、が海外行って裕福でしたけど今回バーブルが外れてそういうお金の元ととなるこの不動産から得る収入がほとんどないということで、えーまあ、留学生も。 えー、この留学先でアルバイトしたり、えー、留学先で就職して逆にお本国の親も親が苦しい親にそう,そう送りするということで中国まだまだ厳しいですね。そういうい特に政治が 特に、えー、この元のこの小平がその資本主義とそういう社会主義両輪でいこうというのがほとんど変一輪ですね社会主義に、えー、もう本当に中国はクリスマスを禁止してみたりなんかそういうほん、えー、に、えー、アメリカの軸のそういう軸を禁止してみたり本当に、えー、逆戻りですね、えー、本当に、えー、社会主義そういう国家に、えー に逆戻りしてそういうのにしてますけど中国は中国ということで、えー、行くかどうかまだまだ、えー、外資も抜けてますね中国のそういう、えー、金融で資産に失った方々が多くのこの西側の sns 等に、えー、この不満をぶつけていますねそういうことで、えー、まだまだ中国まあ春節、えー、まあゼロのこの中から六割戻って言われますけど、えー、まあ日本にも 以前のみたいな爆買いはああああ一部ありますけどまだ完全に戻ってないということで、えーまあ、この中国の春節,春節ですね、えーえー、この最初のちょっとあの脱線してましたけど話、えー、年度が変わりましたですね、えー、まあ正月休みですけど、えー、旧暦の正月休みですけど、えーまあ、旧暦ですね向こうで言えばまあその、えー 正月ですねはいそういう流れで、えー、引き続き、えーえー、このまだまだ情熱がさ毎日毎日ネタが本当にいいということで、えー、詳しく本当に、えー、この、えー、イギリスに留学したあその留学生が親かの主親が破産したんかな大変ですね本当にもう。 もうアルバイトしてから一生懸命頑張っているということで、本当に、えー、大変だなと思いますけど、そういう中国経済、えー、親,親が破産したり入れるということで、えー、留学生は大変な目に遭っているということで、この中国の経済がまたまだ引き続き、えー、ウォッチングしていきたいと思います。中国経済ガチカウントダウン、えー、今年のの春節は一味違う手持ち資産の爆売り回収、えー、プーさんに通期 え肉まんの取り締まり国内旅行の戻りも微妙でえ内地もシャ,ンボシャンポリですねシャンポリ本当に中国は本当に、えー、もう社会主義以前のそういう毛沢東路線に、えー、逆戻りしてますね、えー、東洋省が掲げたその社会主義資本主義の2をから。 本当に完全な毛沢東の社会主義って、まあ、それは崩壊してましたけど本当に中国にそれを経済活動の自由民主主義の自由と願うジョネさんは真の友達ということでそうコメントしています。私もそのし真の真 友達ということで、中国に、えー、そのお経済の自由化、あまあ、政治、民主の自由化等をおお望む、うん <laughs> えー、立場です。はい、引き続き以上で、つのチャンネルのニュース、トロガーをウォッチングしていきたいと思います。マサトです。また、あーこのマサトの YouTube チャンネル登録,登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また、聖書を一緒に学びたいというお友達を募集してますので、よろしくお願いします。マサトでした。終了です。パションブレジュー、シャロム、シャロム、シャロム。